皆さん、こんにちは。プロ野球は10月2日から選手への第1次戦力外通告期間がスタートしました。各球団で戦力外通告を受けた選手の情報が出始めています。そんな中、巨人の中島宏之選手が来季の戦力構想から外れたことが分かりました。今季は1軍で8試合の出場で18打数5安打、打率2割7分8厘、通算1928安打で2000安打まで残り72本となっています。そんな中島選手ですが、古巣西武への復帰の可能性が高まっているといいます。そこで今回は中島選手のこれまでの歩みと西武復帰間近となっている理由を探っていきます。中島宏之選手は伊丹北高校から2000年ドラフト5位で西武に入団し、2004年に遊撃手のレギュラーとなり、2009年に最多安打のタイトルを獲得します。2012年オフに FA 宣言し、アスレチックスに入団しますが、メジャー出場はありませんでした。夢半ばで日本球界復帰を決断しますが、中島選手はアメリカで過ごした2年間についてこう振り返っていました。ずっと日本におれば日本のやり方しかわからないですから、アメリカに行って違う練習方法、トレーニング、それこそ試合の流れも違いますから、そういった経験ができたのは良かったです。今後に生きることは確かでしょう。特別何かというのはないですけど、細かいこと、いろんなことが良かったです。アメリカで経験できたことは絶対に無駄になりません。そうして2015年にオリックス入りし、2016年から宏之を宏之に改名しています。そして2018年オフに巨人入りしています。巨人では5シーズン目で、41歳で迎えた21年目の今季は3月の沖縄那覇キャンプの紅白戦で堀岡投手から右手に死球を受けて骨折し、早々と戦線離脱していました。謝罪に来た堀岡投手には、俺のことは気にしないで自分のことを考えてとエールを送り、ファームで後輩たちと汗を流しました。7月に今季初めて一軍昇格を果たすと、代打だけでなく同17日のヤクルト戦神宮では6番1塁で3安打猛打賞をマークするなど、4試合にスタメン出場しました。ですが7月下旬に登録抹消後は若手の奮闘もあり、再昇格の機会はありませんでした。それでも真夏のジャイアンツ球場で黙々とバットを振り、浅野翔吾選手をはじめとした期待の若手たちに背中で示しました。2軍では67試合で打率2割6分7厘、得点圏打率3割4分8厘を記録しています。体調は問題なく、練習でもコンディションの良さを披露していました。セリーグの他球団の首脳陣は、中島はファームで見ているけどまだまだ1軍で十分できるよ、コンパクトなスイングに打撃改造して安打を打つ技術を心得ているし、長打も打てる、性格的にも我が強い選手じゃないし、チームにいい影響を与える選手、巨人の来季の戦力構想から外れるようなら欲しいと高く評価しています。2000本安打の大記録達成に執念を燃やしていることから、来季以降も現役続行の可能性が高いでしょう。勝負強い打撃はまだまだ衰えていないベテランの今後の決断が注目されるところですが、水面下で注目を集めるのは古巣西武の動きです。西武といえば山川穂高選手が強制性交容疑で書類送検され、世間を揺るがしました。シーズン中から中島選手と山川選手のトレードの噂が取り沙汰されてたほどです。山川選手は FA 権も取得し、行使するかどうかはさておき、現在は無期限の出場停止処分中で復帰時期は不透明ですし、長らく実戦から離れていますので、どこまでやれるのかも未知数です。コンプライアンスに厳しい西武では扱いが難しく、他球団への移籍の可能性も高まっています。その中で一塁を守れる中島選手は補強ポイントに合致します。大卒3年目の渡辺健人選手が長距離砲として開花しつつありますが、まだ1年を通して活躍したわけではないので計算がしにくいです。頻打が深刻な状況で右の強打者として期待できます。中村剛也選手、栗山拓実選手ら気心知れているチームメイトもいます。また西武では過去にもチームで一時代を築いたベテランを迎え入れ、
花道を飾らせてきた歴史があります。最近では平成の怪物松坂大輔氏を2019年オフに獲得しました。西武、メジャー、ソフトバンク、中日と各球団を渡り歩いた剛腕は14年ぶりに古巣に復帰し、その後の2シーズンは結局2軍も含めて公式戦での登板もないまま引退となりましたが、本人の思いを汲んで十分野球と向き合う時間を与え、綺麗な引き際になったことで球団への評価も高まりました。また現在1軍監督を務める松井和夫氏にしても西武の主力として頭角を現し、その後メジャー数球団と楽天で活躍し、最後は西武に移籍し引退を飾った経緯もあります。その系譜からすれば中島選手も西武で一時代を築いたとあって、古巣が獲得に動いても不思議ではありません。現在西武で GM を務める渡辺久信氏は2008年に日本一を達成した監督であり、当時主力だった中島選手は日本シリーズで2本の本塁打を放ち、チームに貢献した V メンバーでもあります。とはいえ現在の西武は中村選手と栗山選手らベテランが一軍の主戦力として出場を続けています。これ以上ベテラン選手を受け入れる余裕はありませんし、チームの将来にとってもメリットがありません。またメジャーで不発に終わり、日本球界に復帰する際に西武は声をかけたようですが、中島選手はそれを蹴って同一リーグのオリックスへの移籍を選択しました。西武は今まで一度立った選手にもう一度声をかけた事例はありません。松坂氏、松井氏を呼び戻した実績があるのは確かですが、この2人は国内復帰した時にオファーを出していないという共通点があります。共にその当時のチーム事情のため獲得を見送っていました。でも中島選手はオファーを出しても戻りませんでした。オリックス退団時にも西武はうちはいらないと断言しました。それは楽天を自由契約になっても獲得しなかった牧田和久氏も同様でした。それがどれほど影響するか分かりませんが、松井氏が復帰した時栗山選手と中村選手も35歳ぐらいで、大ベテランであり大先輩の松井氏が加入することでこの2人が若返った部分もありました。しかしこの2人も40歳になり、ほぼ同世代の中島選手まで加入させることにどれほどの意味があるのかは疑問が残ります。このことからライオンズとの関係性はもう切れているという見方もできます。とはいえ他球団でも代打で困っているチームがあるなら全然やれる力は残ってると思います。ただファンとしてはやはり西武に戻ってくる展開を希望する声が高まっています。果たして中島選手が再びライオンズブルーのユニフォームに袖を通す日は来るのでしょうか。ファン注目の存在となりそうです。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。